三陸鉄道最北端の久慈駅です。駅前では現在子どもたちの手作りによるろうそく立てが飾られています。震災から5年復興への願いが込められています。たくさんのろうそくの火で一つの文字を作りました。今年のテーマでもある夢という字です。この地元の人の夢が託された復興のシンボル、三陸鉄道の沿線の現状を取材しました。車窓を流れる美しい海岸線だが、今日だけは目をそらしたくなる人もいるのだという。黙祷。5年前の今日、津波は線路や駅舎を跡形もなく押し流した。それでも被災者の足となるべく、三陸鉄道はわずか5日後に運転を再開。おかげさまで助かります。まあ、いかも持ってれば病院に行くこともできなくて。ゆっくりとではあるが、前へ進むその姿に人々は復興への思いを重ねた。大規模な工事や苦しい経営状況を乗り越え、2014年4月には全線が復旧。今では震災の記憶や復興への取り組みを説明しながら走る震災学習列車として全国から観光客を集めているのだ。沿線を訪ねる人々の関心はこれだけにとどまらない。三陸鉄道久慈駅です。こちらが駅舎ですね。中に入ってみましょう。ひときわ目立つ大きな文字でウニ弁当と書かれてます。びっしりと敷き詰められたウニが黄金色に輝く。磯の香りが口いっぱいに広がる。濃厚ですね、ウニ。さらに津波で店を流されても仮設店舗で三陸伝統の味を振る舞う人気店もある。こちらがどんこですか？そうです、はい、美味しいですよ。柔らかくて、看板メニューはこの地元産の白身魚を香ばしく揚げたどんこ唐揚げ丼。美味しい。ふんわりしてますね、身が。衣がサクッと包み込んでいて。海の幸を使った沿線グルメも手伝って全国から人を集める三陸鉄道だが、大きな課題も横たわっている。みんな若い人たちも出れてんだもんね。仕事がないね。やっぱり働く場所がないつかね。津波で海沿いの町並みが消えた沿線では人口流出に歯止めがかからないのだ。沿線に住む人が少ないと。少ないね。やっぱり店がないしね。本当にさ、ここさ、残っても何にもない。この通り殺風景、うん。卒業式を迎えた高校生もこの場所で暮らす将来は想像できないのだという。東京に就職に行きます。やっぱ東京と地元じゃ生活とかも違うので。介護で仙台に行きます。地元を離れて自分で自立して行こうと思ったからです。三陸鉄道沿線の市町村では2030年には震災直後に比べておよそ 25% ほど人口が減少するという試算もあります。中でも若者世代の流出に歯止めをかけるためには水産加工など地元産業の活性化が不可欠です。一方で今回取材させていただき、
沿岸の絶景や地元グルメなどを堪能し、この三陸の魅力を私自身実感することができました。その魅力を広く発信することで人を呼び込む、その工夫が今後の再生への鍵と言えそうです。